生まれる。八戸高等小学校から県政学者に入り、卒業後は小学校の教員となり、その後は教員をしながら、東京専門学校に通った。帰郷後に八戸の小学校の校長となった。1889年に八戸青年会に入会。1894年に八戸青年会を脱会し、政治団体、北進会を結成した。 1907年5月、八戸長女役となり、間もなく、町長に就任したが、9月に定職となった。1908年に、地元市、奥南新報を創刊した。当時地元で、土曜会と勢力を二分した、立憲政友会系の公民会の中心人物であった。また、1920年に、 八戸郷土研究会が結成された時は発起人の一人となっている。その高課長名わし村長、菅村長、三古軍会議員、青森県会議員、同三次会員、同議長を歴任し、1929年に八戸市が誕生したことに伴い、当初元八戸町長だった北村マスが、初代市長に押されるが北村が辞退し、変わってきえが、 初代八戸市長に就任する。1930年に衆議院選挙の違反に問われ、責任を取り辞任した。市政施行記念事業として、八戸町立図書館を、私立図書館として移転する費用を計上した。八戸港、上下水道を計画するも、国の緊縮財政により記載されず、経営の在任中には、実現に至らなかった。ありがとうございます。